むかしむかし、ある村に達平という若い男がたった一人で暮らしておったそうな。米になれ、米になれ、ほうれ、米になれ、米になれ、ほうれ、ほうれ、米になれ。そこへ栗拾いを終えた村のばあさまが通りかかった。米になり。これ、タッペさん何してるだ。ああ、種もみもろたで米さ作ってみよう思うとるんじゃ。バカ言うでねえぞ。季節も構わず地べたにただ放り投げて米ができるわけなかろうが。つ。これじゃダメかの。当たり前じゃ。米はな。88と書くように88回も世話さ焼いてやっとできるいうぐらい大変なもんなんじゃ。そんな大変なもんオーラみてえに頭が弱くちゃできねえな。じゃがいつも芋や冷えばっかり食うちゃ俺まいが。何食うたって同じじゃ。さて芋でも食うべ。やれやれ、いくつになってでも百姓お仕事が覚えられんとはの。はあ。頭の弱い達平を案じた村人たちは八方手を尽くして嫁を見つけてきた。なかなか頭の良い働き者の嫁じゃったねえ。あんた土地はいくらもあるし畑や田んぼを作ったらどうじゃろう。おら、面倒なことは覚えられんのじゃ、今のまんまで、嫁が来ても達平は暮らしを変えようとしないので相変わらず貧しかった。そのうちに春の彼岸がやってきた。達平は嫁の里の仏様にお参りするため隣村まで出かけることになった。あの庄屋様のうちの角塀なりに曲がったらあとはまっすぐ山を越えれば隣村じゃ。隣村の亀屋いうんがおらの里じゃ。亀屋か。あんた忘れっぽいからこの亀見て思い出しゃええだ。ああそうか。亀屋亀屋、ここを塀なりに歩いてと。亀屋。達平どこ行く。嫁の里さ、彼岸のお参りじゃ。亀屋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 、ああ亀屋、曲がったらまっすぐと。亀屋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 。隣村に着いたら亀屋か。ああ亀屋、亀屋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 。あっ、うわ、助けてくれ。しもうた。亀は割れてしまったが、もうすぐじゃから忘れることもあるまいと達平は道を急いだ。ところがさて隣村についてみると、あいや、はて何屋じゃったかの。桶屋じゃねえし、ざる屋でもねえし、弱ったな。そうじゃ、亀屋じゃ。ナモアミダブツ、ナモアミダブツ。いやー、遠いところすまなんだの。さあさ、茶でも飲めや。え、誰じゃあれ。姉さんの旦那じゃ。でるる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 。これこれ、そんなとこで覗いておらんでこっち来るんじゃ。やーはー、遠路さぞ腹が減ったじゃろ。さあさあさあ、さあ遠慮のをたんと食べてくれろ。そんじゃまあ一つ。うめえ。
おらこんなうめえもの初めてじゃ。いってこりゃなんじゃ。そりゃ団子じゃ。団子？ほう、団子ちゅうか。お前さんに嫁にやった娘は団子作りがとてもうめえはずじゃがの。へえ、おらの嫁がこれを作れるんか。そりゃちっとも知らなんだわい。わあ、あら、うちに帰って姉さんに作ってもらえや。ええー、だそうだそうだそうだ。よし、うちさ帰って早速こしらえてもらうぞ。団子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 。こんなうめえもんを忘れてなるものかと、達平は早々にいとまをすると家路を急いだ。団子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 。団子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 。団子を食べたい一心で、達平はやっとこさし親の家の角までやってきた。団子。いやー、くっ、いってっててててあれ、ひょうや様いきなり飛び出すやつがあるか。いってててて、はよ、はよこさんかい。つり団子、団子。いや、何が団子じゃ、しっかりせえ。いてててててて、尻が痛えよ。団子、団子。いてててて、早くしてくれ。どっこいしょ。どっこいしょっと。どっこいしょか。どっこいしょ、どっこいしょ、どっこいしょ。これ、たっぺ。どっこいしょ。どっこいしょ、どっこいしょ、どっこいしょ、どっこいしょと、どっこいしょ。あれ、もう帰ってきたんかい。はあ、はよう、どっこいしょを作ってけれ。どっこいしょじゃ、どっこいしょじゃ。どっこいしょ。そうじゃ、どっこいしょを食わせろ言うとるんじゃ。ありゃとってもうめえもんじゃ。どっこいしょってなんじゃ、おら聞いたこともねえが。そんなわけねえ。たった今、お前のうちで食うてきたばかりじゃ。けどおらそんなもん。お前はどっこいしょ作るんがうめえと聞いてきたんじゃ。はよ作れ。そう言われても知らんもんは作れねえよ。ぐずぐず言うてねえで、どっこいしょ作れてば。大丈夫か。いたたたた、ほれ見なされ、乱暴しよるからこんな大きな団子みてえなコブができちまった。だんご。そうじゃ、団子じゃ。その団子が食いたいんじゃ。団子。どっこいしょだなんて。けどうちじゃ団子は作れんよ。なぜじゃ。団子は米やらあわやらきびを粉にして作るもんじゃ。そうか、おらんとこには米もきびもなにもねえもんな。だからおら畑や田んぼを作ろう言うたんじゃ。お前、田んぼや畑も作れるんか。あんたが力を貸してくれたらな。はあ。
よいしょ、よいしょ。ああ、というわけで、タッペイは嫁と二人で畑を耕し、田んぼ作りに励むようになったそうな。おかげでタッペイの家は豊かになり、二人は末永く幸せに暮らしたということじゃ。